中国上海、有名証券会社が店を構える一角に週末になると多くの人々が集まってきます。インターネットなどで株の売り買いをする個人投資家たち。お目当てはこちら、予想屋と呼ばれる人々が提供する株の値動きの情報です。彼らの独自の予想を聞き、参考になると思ったらお金を払って詳細情報を受け取るのです。人気のある予想屋の周りは黒山の人だかりです。今、個人投資家の中には厳しい状況に追い込まれている人が少なくありません。今年の6月から8月にかけて上海の株式市場で暴落が相次いだのです。那个浙东的银行就是上海的银行，贷了2亿了，2亿现在房子20套，高精地拆几十几套，钞票进不来。7月，株価の大幅下落で、多くの取引を停止せざるを得なくなった株式市場。下げ幅は3週間に3割という。前代未聞の大きさでした。損失を出した投資家たちの中では、自殺者まで出たと伝えられています。中国の株取引のおよそ 80% が個人によるものです。主婦や経営者、そして学生まで、多くの人々が豊かさを求めて取引を行ってきました。咁侬要是把银行嘅话呢，侬搿个跟不上这个物价的搿个一个这个通货这个膨胀嘛，咁么伊就拿自家的这个闲钱嘛，不用的这个资金。那么就辣辣股市里向也是碰碰运气吧，所以辣辣牛市的辰光是基本上辣辣白相股票是赚赚的。上海市场の株価が急騰し始めたのは去年の秋、それから1年足らずでの急な下落。なぜこの事態は起きたのか、そして今人々はどう生き抜こうとしているのか。上海からの報告です。中国経済の行方を占う街と言われる上海。中国全体の経済成長率が6年ぶりに 7% を下回る中、この街にその陰りを象徴する場所があります。ある有名証券会社が店を構える一角。広東路と呼ばれる通りです。この場所は週末ともなると300人近い人々で賑わいます。ほとんどがインターネットなどで株の取引をする個人投資家たち。
ここで値動きの情報を仕入れようというのです。路上で声を張り上げているのは予想屋と呼ばれる人々。自前のモニターを使って自分なりの分析を披露します。彼らはいわば情報の商売人。株の値動きの予想を投資家たちに1000円から2000円程度で売っていきます。しかし、そうして提供される情報の確からしさについては定かではないとも言われています。如想到一年不动的，就一直在我儿子小了。如到十二月十二都是可以提啊。那买股票，欢迎你，谢谢。好了，那我要接。哦，小杨，小杨，小杨。哎，另外一个，你俩听到吧？上个礼拜，礼拜一、礼拜二就叫马金瑞工人唱，礼拜三、礼拜四拿到我包楼，不是马会谁的嘛？对吧？我当当然了，在券商银行上的比较。我想要一股是好上去，绝对保险，不要紧的马金桥。この広東路に株の取引を始めて1年という女性がいました。ジョ・エンカさん48歳。夫を亡くし、遺産として受け継いだ株の大半を6月からの暴落で失ってしまったといいます。大損しましたよ。そうなんですよ。もうどうしていいかわかりません。なんとか損失を取り戻す方法を見つけたくて、ここに来たんです。株価暴落の直撃を受けているという個人投資家たち。それぞれはどんな事情を抱えているのでしょうか。ジョさんが暮らす上海市北部にあるマンションです。一人息子は大学の寮に入っていて、帰ってくるのは週末だけ。夫は5年前に病気で他界。今は一日のほとんどの時間をこの寝室で株の取引をして過ごしています。タブレット端末に向き合うジョさん。早速広東路で仕入れてきた情報をもとに株の売買です。広東路の予想屋によると、値上がりが見込めるのは製薬会社。政府も重点的に育成していく産業だからだといいます。ジョさんが選んだのは中堅規模の製薬会社です。8月の株価暴落の後、徐々に値を戻しつつある銘柄です。今中国人の健康志向が高まっているので、特に漢方薬の会社の株が買いだと聞きました。私はそれほどお金を持っていないのですが、チャンスを逃したくはないので
製薬会社の中でもあまり高くない株を買うことにしたんです。ジョさんが取引を始めたきっかけは、夫が遺産として株を残してくれたことでした。しかし、当初800万円ほどあった株の価値は、暴落で140万円に激減してしまいました。これさえあれば生活していけると当てにしていた株の暴落。それは今ジョさんに重くのしかかっています。理由は息子の教育です。夫が亡くなったのは5年前。以来、ジョさん自身が電子メーカーで働きながら子育てをしてきました。しかし、その会社も今年、効率化を理由に解雇され、今は株の売買で子供の教育費を作るしかないのです。株の取引は夫に任せっきりでした。だから私は株のことが全く分かっていませんでした。だって、家計をやりくりするだけで精一杯だったんですから。だから、夫が亡くなった時には、残された株をどうすればいいのか途方に暮れてしまいました。でも今株を売ってしまったら損をするだけです。私は本当に悩みました。周りの人たちが少しずつ学んでいけばいいとアドバイスをしてくれました。それでなんとか見よう見まねでやり始めることにしたんです。息子のために株の取引をするジョさん。毎日の楽しみは、大学で寮生活を続ける息子とのメッセージのやりとりです。学校でどんなことをしているのかとか、しっかり食べているのかとか、そういったことです。今はお金が足りているか聞いたところです。少し送ってあげようと思って。返事が来ましたね。お金は計画的に使っているから大丈夫だって。私が失業して収入がないことを知っているので、節約して仕送りを少なく済ませようとしているんです。私に負担をかけないように。大学の寮で、食費を削りながら勉強を続ける息子。上海市場の株の暴落は、その将来を揺るがしています。一年足らずの間で起きた株価の急騰と急落。その中で、いわば勝ち組となった個人投資家もいます。不好意思，好好好，来来来，你先。搿是我迭个闲置区子个房子。ホー・イブンさん、68歳。もともと法律事務所で働いていましたが、引退してから手元のわずかな資金で始めた株で成功しました。取引は、机に並べられた4台のパソコンを駆使して行います。株式市場は山あり谷ありです。でも私は株の取引が大好きで自信もあります。下がることも上がることもどちらもお金を稼ぐチャンスなんです。
方さんが取引を始めて2年。その間の結果は、すべて帳面に記録しています。行う取引は1日に3回ほど、月に100万円程度の利益を上げているといいます。労働者の給与の10倍近い金額です。1ヶ月で1600万円稼いだことがありますよ。今年の5月でした。1日の最高は300万円儲かったことがありますね。ついつい病みつきになってしまうので、株はまるでアヘンのようです。朝9時半、上海市場が開くと同時に、方さんも取引開始です。狙いを定めた銘柄の値動きを見つめる方さん。この朝の注目は、前日に仕込んでおいた電子部品メーカーの株です。モニターに1分刻みの値動きを表示させ、売り時を探ります。方さんの取引の特徴は短期での売買。一度で大きな利益を取ろうとするのではなく、3% の利益が上がればすぐに売るというスタイルを貫いています。それ以上取ろうとすればリスクも高くなるからだといいます。方さんが動きました。已经打开了十点五十两分，成交卖出10.5元。取引开始から1時間と20分、3万円の稼ぎです。このところの私の儲けは大したものではありません。でも、株価が上がっていた頃と同じような緊張感の中で、取引を繰り返しています。今回の株価の暴落は、大きなリスクがあることを教えてくれました。そろそろ他の投資も考えています。資金に余裕ができたので、海外の不動産に投資しようと思っています。取引を記録した帳面。今年6月、方さんの取引量は激減しています。ある程度の資金があり、短期で利益を上げられる方さんは、売買を手控えるだけで痛手を避けることができたのです。中国の個人投資家の数はおよそ2億人。6月の株価暴落では、3週間で時価総額にして実に390兆円が消えたとも言われています。なぜ前代未聞の株価の急騰と暴落は起きたのか。中国の金融システムが専門の陳波副教授です。陳副教授は、未熟な中国の株式市場そのものに要因があると指摘しています。庶民の投資家は、株取引にギャンブルのような心理で臨んでいます。マーケットが好調な時、株価は簡単に 10%、20%、30% と上昇していきます。
銀行預金の金利の実に数十倍です。一度株の売買に成功すると、数十年分の金利を手に入れることができるのです。これは投資家にとってかなり魅力的なものに見えるでしょう。そのため普通のおじさん、おばさんまでが株取引に参加するようになったのです。ただ多くは株価は下がらないと信じてしまっていて、バブルの崩壊で悲惨な状況に追い込まれていきました。多くの人々が雪崩を打ったように参入した株式市場。そのきっかけはもう一つのバブルの崩壊への不安があったといいます。低迷していた上海株式市場の株価、それが突然上がり始めたのは去年の秋でした。背景にあったのは不動産価格の下落です。全国の主要70都市のうち9割で新築住宅の価格指数が落ちたのです。それまで不動産に回っていたマネーが次々と株式市場へ流入。株価を急速に押し上げていきました。この時期新たに開設された株取引の口座の数は4000万近く。空前の株バブルとなりました。2015年の上半期、新車の販売台数はおよそ1180万台。過去最高を記録しました。しかし、過熱する株式相場に危機感を持った政府が信用取引を規制。それをきっかけに株価は反転、急落し始めました。市場の不安は一気に広がり、3週間で 28% という前代未聞の下落となったのです。中国の株式市場はまだ不完全なものです。個人投資家、特に少ない額の取引を行う庶民の投資家が大部分を占め、機関投資家がメインの先進国とは大きく異なっています。機関投資家は情報収集やその分析に長けていて、中長期的視点からの投資を行います。そのため、株式相場の変動が比較的小さく抑えられるのです。一方、中国では個人投資家がメインですから、彼らのギャンブル心理も反映され、株式相場がいつも大きく変動してしまいます。今回の株価暴落もその結果なのです。前代未聞の株価の暴落は、中国の実体経済にも影響を及ぼしています。上海で製造業を営む周亮さん。事業展開のため株への投資をしてきた一人です。周さんの工場は上海の郊外、工業団地の中にあります。従業員300人の靴製造業。周さんが工場を立ち上げたのは12年前。日本の企業から注文を受け、依頼されたデザイン通りに生産、輸出してきました。仕事が丁寧だと評判を取り、業績は順調に伸びていきました。
しかし、この数年、人件費の高騰と円安で、事業は曲がり角に来ているといいます。この日、日本の得意先から新たな注文がありました。你看看这个量有多少的。量现在知道了吧？还不知道。现在客人还没提供具体的。因为上次有做过打样的时候，原先是准备用这个花的大底，花的大底价格高嘛，还有一个有个起订。起订后来说这个鞋子就不要了，因为量没那么多。它这个汇率呢，等于是受很大的影响了，但是也没办法，因为现在面临的问题大家都是一样的，面临这个汇率问题嘛。看看我的建议是能做还是就给他做，反正这个费低一点，费低一点，这个是也就是做个热闹，跟人养养活，其他的可不行。但炒涨炒了很正常，等过几年有可能汇率又调整过来也会好一点，好吧？你看具体怎么安排，把它安排下去就。就是说这个大底等于我们想。中国の製造業が共通して直面している苦境です。今の製造業に必要なことは、市場の動向に対応していくことです。これまでのやり方を柔軟に調整しながら生き残っていかなければなりません。もしそれができないならば、会社はすぐに淘汰されてしまいます。自分のオフィスへ戻った周さんがチェックしだしたのは、株の値動きでした。周さんは事業展開の資金を作るため、3年前からロボット産業などへ投資を行っているのです。成長が見込める銘柄を長期に持つというのが周さんのスタイル。暴落で致命的な影響は受けていませんが、株価は事業の将来に関わる問題です。あれほど暴騰した株式相場は見たことがありませんでした。私は暴騰があるなら暴落することもあると感じていたので、自分の株は多少影響される程度で済みました。株式市場には早く元の姿に戻ってほしいです。私は長期的な計画を立てて個人資産の半分を株に投資しています。国は景気を良くしようと何度も金利の引き下げを行いました。もう銀行に預金している意味はありません。株に投資するしか方法はないのです。新たに資金が必要な理由を説明するからと、周さんは工場の隣町にある空き地へ案内してくれました。取り壊された建物の跡。工場はこの辺りにあって3000平米の広さでした。4年前まで、ここに、周さんのもう一つの工場がありました。今の製造業がこのまま厳しい状態が続けば、付加価値の高い新たな事業を起こさざるを得ないというのです。この辺りだけで、去年6、7件の靴の製造工場が倒産しました。製造業を取り巻く今の状況を考えると、来年にはもっと多くの工場が立ち行かなくなるでしょう。生き残っていくためには広い視野で他の産業にも関心を持っていかなければなりません。どんな業種が発展するのか、それをいち早く見出すことが経営者の使命なのです。周さんの考え方は今の中国の政府の方針も意識した上でのことだと言います。先月の末開かれた中国共産党の5中全会。これからの5年間、
どう国の舵を取っていくのか、大きな目標を決める重要な会議です。会議では、今後も成長を維持するとし、輸出依存型の経済から内需が支える形への転換。そのために新たな産業を作り出し、発展させる方針が示されました。夜、自宅へ戻った周さん。一息ついた後にまた向き合うのは株です。さまざまな先端産業の勉強をするのです。急騰と暴落を経験した後、銘柄を選ぶのにより慎重になりました。本当に成長が望める企業に投資をすることが、リスクを減少させ、資金の確保につながるというのです。新たな業種に進出するチャンスは必ず来ます。その時の資金を準備するために、株式市場に注目しているんです。中国で改革開放が始まってからもう30年以上が経ちます。私たちも時代の変化に合わせて会社の在り方や技術を進歩させていかなければなりません。ただ今は新たな事業に着手するのは早いと思っています。今できることは株式市場の動向をよく観察した上で資金作りの道を見極めることです。私にとって株式投資は製造業で物を作るのと同じように大切なことなのです。勉強を終えた周さんは妻のとランランさんを誘ってベランダにしつらえた茶室へ。周さん自らお湯を沸かし、お茶を入れます。趣味の中国茶をランランさんとゆっくり楽しむ。一番くつろぐ時間だと言います。しかし、上海市場暴落の後、出てくるのは株の話題ばかりです。现在这两股票都停牌了，都是好事情，都停牌了，应该没事。哎呀，大跌跌不到哪去，我还是相信，肯定看好。我相信大概今年大概到过年大概是到明年的三四月份肯定又会很好。如果说再跌成这样怎么办？再跌我就让他去，还是这样，要怎么进呢？加油！那你加油啊！你加油赚钱啊！是吧？中国の製造業の一角を担う周さん。株は。ものづくりの次の一手を打つための貴重な手立てなのです。息子の教育費を株取引で捻出しようと取り組む助さん。この日向かったのは近所の市場。週に一度の買い物です。贵了，太贵了，这单五块钱太贵。週末に家に帰ってくる息子にごちそうを作るのです。今天，你把钱给他。
现在五块呀。啊？五块？比你低不啦？现在最低五块。啊？那么贵啊？啊，现在番茄涨了，挺好的。少しでも安い店を探しての買い物。株で思うように利益も出ず、新しい仕事も見つかりません。食費は切り詰めざるを得ないのです。息子がいない時には、食費は半分くらいで済むんです。自分のために買うのは野菜くらいですからね。週末の夜。李健，我回来啦。息子の翔宗樹さんが大学の寮から戻ってきました。翔さんは社会福祉を専攻する3年生です。李健，吃呗。夕食の準備をするジョさん。息子が帰ってくるたびに心配なことがあります。息子は父親の遺産が十分にあると信じているはず。株の暴落でそれが5分の1になってしまったことを知れば、ジョさんに負担をかけないために大学を辞めると言い出しかねないというのです。教育費を株で捻出しようとしていることも内緒にしています。普段は大学の寮で離れて生活する翔さんですが、母親の変化は感じていました。搿是肯定是，侬就是讲，就是讲侬，上班嘛是一方面，啊，我来就是讲，搿种金融上就是讲做点啥种演出的东西嘛，我也晓得点，我晓得点，因为我是，因为我是自家现在我够专业嘛，我也晓得点。あえて暴落のことは尋ねないという翔さん。教科書は。すべて古本や先輩からのもらい物。自分でも倹約することで母親の負担を減らしているのだと言います。まあ、それ、なぜそれ見て。なぜそれ見て。じゃあ、いくじゃ、メニューは。メニューは、メニューは。现在不看了去了，蔬菜穷的，蔬菜穷的弄的。我叫我哪里吃啥么啦？哪里吃啥么啦？从老乡吃个水饺。要吃水饺啊？嗯。水饺咋啦？水饺便宜啊啥啦？八块呢。八块呢？一份吃饱，可以吃饱为止。哦，可以吃饱了啊。阿弟弟弄个，不得呀。生姜風味のエビ。息子の大好物です。うん、多吃点、多吃点啊。うん。或平常辰光学堂里总没总没吃个，回来吃。株の暴落から4ヶ月、母と息子2人で囲む食卓です。翔さん、普段あまり口にしないことだと言いながら話し出しました。首先蛮聪明，然后嘞，啊，就是讲蛮会得，就是讲蛮干练，蛮能干，还蛮会得讲闲话。所以讲心里向还是就是讲蛮感谢他。
就是讲伊碰到困难辰光，就是讲他就是那种会迎难而上那种的，就是讲像人家有的人就是看到困难就一下子被打倒嘛，他就是那种迎难而上的人，对吧？没想到你在心目当中，儿子心目当中是个那样子，是啊，不容易。因为毕业以后，就是讲自家有得收入了嘛，也可以就是讲能够对妈妈更加好一点。翔さんが就職するまで、あと。二年です。有个吉祥吗？有弟弟，有弟弟开始了。哦，跟王云峰了，对了，没朋友，这个我倒是有个。底を打った上海市場の株価も持ち直し、堅調な推移を見せ始めた10月中旬。短期の売買で利益を上げている方さんは。夫と連れ立って上海の街中にやってきました。向かったのは、さまざまな投資先を集めた年に一度の博覧会です。今年集まったのは世界各地の300の業者。グローバルに資金を運用するコンサルタントに、アメリカの不動産投資の仲介業者、ホーさんのお目当ては日本の不動産です。株で上げた利益の一部を日本の住宅に投資しようというのです。你这个250万的人民币买的房子是多少面积？买多少平方？这个根据您的您所希望的地方，你买什么样的地段？对，根据地段来。东京都内、山手线以内的房子都比较贵。您可以看一个地图，我给您准备了一下。这个周圈就是山手线。那这个山手线，我们公司的话在这儿时代。像新宿、时代、朝天马场这一带、涉谷一带，是比较流行的一个地方。每年的租的收益大概是业者が進めてきたのはタワーマンションでした。深圳我前面一带就是有投资的这个客人，在去年买的6000万的这个高层。今年他8000万就能卖掉，这样挣2000万，你想看？你说现在已经，我那从网上也看到有一直在关心日本的不动产，也不行。不行，你要现在不是你过去可以，过去可以，但往资金抵押这两年太变动太大了，他们不敢做，已经把它取消了。就是我觉得株式市场にはまだまだチャンスがあります。でも資金を何に投入していくのか、より多くの可能性を考えておく必要があります。たくさんの卵を一つのカバンに入れてはいけないのです。将来的には日本の住宅を買って分散投資をしてみたいですね。一个是美国哈，我刚刚说，还有是国外的，所以呢，美国有些设备，些设备成立比较困难。ホーさんは来年日本へ行き、自分の目で物件を確かめるのだと言います。11月の初め、この週末も広東路は個人投資家たちで賑わっていました。
一涨一十了，再五天又是一十了。明朝总归是涨的比三十涨好了，你要涨到新的平台对吧？后头就一句闲话，五十万资金，半年。侬自家假如做中小板块、做创业板的，好做到最少300万。哈哈哈哈哈！哎，你这是什么？哎，你这几万两呀？ジョさんが向かったのは、広東路にある証券会社のロビーでした。広東路で得た情報で買った製薬会社の株。しかし、一月経ってもほとんど値動きはありませんでした。これから市場はどう動いていくのか。ジョさんはすがる思いで数字を見つめていました。息子は私が株でうまくいっていないことをなんとなく分かっているようです。私は仕方ありませんが、息子には絶対株はやらせたくありません。今回の株価の暴落で多くの人たちが大変な目に遭いました。息子が地道に努力してくれることを願うばかりです。上海の株の町、広東路。予想屋の人々が張り上げる声は、今、再び大きさを取り戻しつつあります。売り上げも暴落の前に戻った人が多いといいます。わずか1年の間に起こった上海市場の株価の急騰と暴落。株価を押し上げた理由の一つは、一人一人の庶民たちの豊かになりたいという素朴な願いでした。そのわずか半年後、手痛いしっぺ返しを受けることを、その時予想した人がどれだけいたのでしょうか。2億人とも言われる中国の個人投資家たちは、今、また動く時を待っています。